どうも、達也です。今日はですね、なかなかこう決められないなとか、いや、頭が整理できないんだよねとか、そういう自分の頭を整理したい時にやっておいてほしいことのご紹介です。僕なんかもそうなんですけども、もうなんか部屋にあるものが目につくだけで、そこに意識を持っていかれたりとか、ここにこれがあってとか、そういういち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 こういう風に意識を持っていかれて、自分の本当にやりたいこととかに、自分のリソースを割けない、自分の時間を割けないっていうのを、そこを解決する方法ですね。さっきもちょろって言いましたけども、部屋の掃除です。で、部屋の掃除なんですけども、なかなかこれ難しい人っていますよね。これ捨てたいんだけど、なかなか捨てられないな、ちょっともったいないな、みたいな、ちょっといいものっていうのをたくさん置いておいてしまう。ね、自分の身の回りにたくさん置いておいてしまう。思い出のものだからって言って、そうすると、そのものを見たときに、例えば、これが落ちてたとして、これがじゃあ落ちてたら、これ本を見た瞬間に自分が、あ、これについて考えちゃうんですね。あ、この本確か内容こんなんだったなとか、それと同じで、たくさんのものが自分の身の回りにポイ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 落ちてると、それ一個一個見て判断しちゃうんですね。その判断で自分の頭が疲れちゃうと。ね、これをじゃあ解決していきましょうっていう話で。で、なかなか捨てられない。じゃあ捨てられないんだよねってね、その自分を、なんだろうな、ネガティブに、マイナスに考える必要はなくて、人間って、そういう風になってるんですね。簡単に言うと、選択回避の法則とか、損失回避の法則とか、あとは保有効果って、この3つがね、結構働いちゃうんですよね。そう。じゃあこれ何かっていうと、選択回避っていうのは、このたくさん物がありすぎると、こういう風にいっぱいあると、選べなくなっちゃうんですよね。そう。多すぎると選べなくなっちゃう。で、そういうのを、選択回避の法則って言ったりもします。で、あとはですね、損失回避。失うことを人間ってすごい恐れるので、例えば、もう捨てないといけないんだよなっていうね。これ捨てないといけないんだけどな、でもなかなか捨てられないな、ちょっと持っておこうかなっていうのが損失回避って言います。で、そういう人間って自分が持っているもの、これ何でもいいけど持っているものって自分の中で価値観上がっちゃうんですよね。そう、なぜか価値観が上がっちゃうんですよ。で、それをじゃあ今度手放そうと思った時にもったいないなって、なかなか捨てられなくて、どん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 溜まっていっちゃうんで、それを自分はそういう風になってるんだなっていうのにまず一つ受け止めてほしいです。もうそれは人間そうなんで。で、あとは保有効果もそうなんだけど、どうしてもね、さっきの選択、損失回避と同じだけど、どんどん溜め込んじゃう。そう、溜め込んじゃう。ね、そう。で、それを、じゃあこれらをどういうふうに回避していくかっていうと、まずそういう状態になってるっていうことを知るっていうことですね。まずそういう状態に自分がなってるんだなっていうことを知って、じゃあそれら一個一個に、じゃあどういうふうに解決していったらいいかなっていうふうに決めていく。これをいきなり、じゃあ部屋をいきなりね、全部バッてね、変えようとすると難しいから、1日にまず、そうだ、自分が個数を決めて、例えば1日1個掃除する、1日2個掃除するっていうふうに、やっていきます。で、それを必ずその日に、掃除しちゃう。片付ける。で、なるべく、物が多すぎる人は、捨てるなり、人にあげるなりして減らしていくっていうのがやっぱり大切になってきます。どんどんさっきも言った保有効果とか損失回避の法則っていうのが働いて、どんどん溜め込んでいってしまって、溜め込んで、もういろんなものを片付けようと思った時に片付けられなくなるので、一個一個に判断、そしてその片付けられなくなった部屋っていうのはさっきも言った通り、いろんなものが散らかってると一個一個に、あ、これどけなきゃなとか、あ、これ片付けなきゃな、あ、これを直さないとなとかね、これしまわなきゃなとか、そういう一個一個判断してると脳が疲れちゃうんですね、一個一個の判断に。そういう風に考えてると、もう何も片付ける前に自分が疲れちゃうっていうね、謎の、負のループに入っていくので、まずは自分が、これ必要かなとか、で、今度これを買い替えるかなとかね、これ、じゃあ今度、これもう一回買うかなって、で、買わないなと思ったら基本的にいらないものです。はい。なので、それをじゃあ片付けるとか。いきなり捨てるのがね、怖いなっていう人は、別の箱を用意して目につかないところにとりあえず突っ込んでおく。これあんまり、使わないなっていうのは、ちょっとこれあんまり使わないボックス作っといて、そこにポイ。で、これ全然使わないなっていうのは全然使わないな。ちょっと考えようかなっていうところは、ちょっと考えようかなボックスみたいなものを自分でこういうふうに作って、そこにとりあえず入れておく。目につかないところにね。入れておく。目につくと、それについて一個一個判断したりとか、目につかないところに置いておいて、自分でこう、ちょっとずつ整理していくっていうのが大切になります。で、今度はそれが入った、今度、
溜まっていかないようにね、その自分で、なんだろうな、一個部屋に物を入れたら一個部屋から捨てるみたいな、そういうようなルールを仕組み化していくっていうのが大事だから、うん、やっぱね難しいと思うんですよ。初めはやっぱこういう風に人間になってるのでね、そうそう。あとね、注意点一つ、あの寝る自分のベッドの周りとか寝室にたくさんの物を置いちゃうと、寝るところなのに頭がいろいろ働いちゃうんですよね。いろんな心配事になっちゃう、こういうことしないといけないな、あこれやらないといけないなってなると余計に眠りづらくなったりとか、ストレスがすごく溜まっちゃうので、寝室はなるべく寝るもの以外置かない、あの書類とかも置かない、うん、電子機器もあまり置かないっていうのがおすすめです。寝るとこにしたいので、なので別の部屋に置いておくとか、そういう風に自分なりの整理をしていってみてください。今日はね、かなりざっくり話しました。またあのちゃんとまとめて話すかもしれないし、話さないかもしれないし、まあわからないけどね、まあ、もしよかったらあのチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。で、まあ別に無理にとは言えないですけど、もう本当によかったらいいんで、皆さんが決めてくださいね。あの物を減らして自分のやることに時間を割いて、大切なね時間に割いて、いろいろとやってみてください。決められないのはたくさんの選択肢を持ちすぎてるからかもしれないので、少しそこもね減らしてやってみてくださいね。まずは1日何個か物を減らす、あの物を片付けるっていうことをやってみてください。じゃあね。